海に向かうベンチ港町風のゴミ箱地図、大見北不当公園は、東京都江東区大見二丁目、品川区東足尾にある都立の海上公園である。所管は、東京都港湾局、5333平方メートル、1996年4月1日開園。北側で、東足尾緑道公園と、南側で、大見客船ターミナルを隔てて、 青海南埠頭公園と隣接する。船の科学館とも隣接し、ジョギングや散歩を楽しむ人のコースの一部でもある。園路には茶色のレンガが敷き詰められ、ボードデッキやベンチやゴミ箱が港町風にデザインされていて、港町の雰囲気が漂う。公園沿いの海には、船の科学館の野外展示物である南極観測船、宗谷が停泊している。 海に向かうベンチからは特に景色がきれいに見える。2020年には公園に隣接して大型クルーズ客船が発着する東京国際クルーズターミナルが開業する予定である。信号がない、車が通らない、夜でも比較的明るい、景色が良い、通路が整備されているなどという点から、下記のコースは犬の散歩、ウォーキングジョギングサイクリングなどの定番コースである。 カキコースはすべて、隔たりなく連結している。徒歩では片道1時間程度。ただし、台場公園はサイクリング不可。以前は東京水ベライン、東京都観光汽船が運行していて、大見が直結していたが、現在は運休している。ありがとうございます。